はい、皆さんこんにちは、ミカミックスです。クニオくん熱血時代劇、前回の続きからやっていきたいと思います。とりあえず越後を目指すというところですね。まあちょっとうちのお供がみんな死にそうだけど、あ、山賊だ。でも山賊は倒したい。戦いづれえな、ここ。とりあえず沼地から出るか、いや沼地でいいか。もう暗い暗い、やばい、戦いづらい、本当に戦いづらい。向かってくるのが遅っ。ほら、まとめて相手をしてやるぜ。あとレベル1上がればな、まあ、覇気通が手に入るんで。今お金消えちゃった？そんなことないよね。よしよしよし、1錠スクリュー弱い、ただ1しか当たらない。おお、鶴松の反撃。マハキック2さえあれば。てかマハキック2ってどんくらいだ、もはや効果がわからないからな。よしよし、山賊はもう弱いな、割とすぐ倒せる気がする。やっぱ1ダメージ上がるだけでもマハキックは違うからな。よしよしよし、まあ、あとは新しい技だよな。何がいいんだろうな、今のところ。スクリューとかもな、スクリューって何に依存するんだろう。パンチとかだったらちょっと嫌だな、キック系で攻めてるからな今。よしよしよし、もう4900、5000円近いな。じゃあ右に行くか。あ、重吉パワーねえ。やばい、死ぬ。死んだらどうなるんだこれ。トラゾイカはまずいぞ。重吉お前は逃げろ。あ、一応パワーちょっと回復してんな。1パワー回復してる。これこっちでいいのか本当に。とりあえず右に行くと駿河だよみたいなこと言ってきたけど、これはどっちだ。とりあえず上に行こう。陸中、陸中ってどこ。あれだいぶ上に行っちゃったな。あれちょっと戻るか。これを右に行こう。右に行くとでも陸中に行きそうな気もするんだけどな、違うのかな。マップ、一応まだこっちにいるな。なんか団子屋さんみたいなのがある。団子屋さんで回復させるか。弱っこいつら、まとめてすぐ倒せんじゃねえ。いってなんだ、切り株大好きだなあいつらは。団子食おう団子。戦闘中だし。何がいいんだ。まんじゅうはお持ち帰り専用だから餅をいっぱい食うか。これで30、45、60、これで90か。よし、まあ、90% くらい回復すれば。あれなんだ。あ、国政さん、おみつって誰。あんたおみつちゃんじゃねえですか。こんなところでどうなすってんで。実は峠で怪我をしてしまいまして、ここで厄介になっていたんです。そうだったんですかい。そうだ、国政さん、私を一緒に連れてってくださりません。力五郎さんに会いたいんです。え、いや、そうは言われても今力五郎は。知ってます、力五郎さんが追われていることは。それにあっしも奴の居所はさっぱり分かってねえことでして。いいの、行けるところまでいいから、お願いします国政さん。あ、これ何、はいとか家とかあるの。まあ一応連れてくか。仕方ねえ、分かりやした。またあんたに怪我でもされたんじゃ力五郎に合わせる顔がねえ。ありがとうございます国政さん。で、申し訳ないのですが、旗小屋には泊まらないでほしいんです。誤解されたら力五郎さんに悪いですし。わ、分かっておりやすよ。ありがとうございます。さあ行きましょう国政さん。宿屋に泊まるなってこと。あ、山賊だ山賊、倒そう。さ、行って、帰り討ちにあった。てか、あの女の子はいないね。足手まといになるかなともちょっと思ったけど、そういう感じではないな。おらおらおら、こいつらは金づるだからな。レーザービーム15当たったな。こいつはみんな武器を持ちたがる習性があるからな。くらい。
くよ、ライフ。よしよしよし。もうこいつらどんだけ金踏んだくられてんだろう。俺たち山賊なのに、みたいな。踏んだくった金をすぐ踏んだくる。懲りないよな、本当に。頭悪いんだろうか、こいつらは。まあ、山賊だから頭は良くないよね、きっと。そういう集まりなんだろうな。ほら、金をパクられて、まだ向かってくるとは。よーし。うひょーん。じゃあ、右に行くか。まだ同じところか。中吉郎行くか。中吉郎はほっとくか。こいつらは味方してくんないしな、中吉郎。山賊一味来たー。金ずるー。おーらー。あれ、なんであいつぶっ倒れてんだ。どうした、何があった、鶴松。やられたのか、あいつに。俺が仇を取ってやる。うちの鶴松に何するんだ。与之助とかは多分強くならないんだな、あの変な宝玉買わないと。あれ、1万円するし。あ、もし、レベルアップした。まあ、吐きこぼよ。戦闘中だけど。しょうがない。戦闘中だけど、マッハキック2。行くぜ、シャヒーン。必殺技。マッハキックとマッハキック2って被るのかな。マッハキック外してみよう、とりあえず。あ、蹴りがかっこよくなってる。おら、おら、おら、9。おらららら。なるほどね。フィニッシュ蹴りがあるのか。フィニッシュキック。一回多いのか、そうするとマッハキック2って。マッハキックもちょっと、チェックつけてみよう。どうなるんだ?両方ついたの。あんま変わんねえな。マッハキック2が優先されてそうだ。でも蹴りが一発入るだけで、多分だいぶ違うな。早い気がする。ほら、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 無駄がない。この蹴りに。俺の蹴りさばきを見ろ。強い気がする、なんとなくだけど。ちょっと念のためマッハキックを外しとこう。肩丈切りとか全く使ってねえな。 OK、 怖いものねえな、これで。お、なんだ、五代じゃねえか。お、あんた国政じゃねえか。こんなところでどうしたんだい。実は、なるほど、話が早い。中吉郎親分のところへ行ったが、会ってもらえなかったっつうことか。中吉郎親分は用心深い。まあ、すぐには無理だろうな。もっとも、今はあんたの力を見ている。そんなところだと思うぜ。まあ、俺だったら仲間になってやっても構わねえんだけどな。でも、その前にあんたの力をちょいと見せちゃってくれるかい?んじゃ、行くぜ。行くぜ。あれ、棒持ってねえし。棒も持ってない五代など。超タフだ。全然倒れねえ。まあ、倒れない方がいいんだけどね。やりやすい。めっちゃ蹴りが入るからな。うわ、殴られた。ボスは一発一発が重いな。挟もう。よしよしよし。くらえ。ってことは、こいつ倒せば仲間なのか。変えたいな、仲間。でもな、戻んないといけないんだよね、多分。やるじゃん。そして、イベントが始まるまでちょっとあるっていう。いや、さすがに強えわ。ワクワクする強さだぜ、国政。その強さ、俺が仲間に並んでも大丈夫だ。え、仲間になってくんないの?おっと、そうだった。せんべい買うのを忘れてたぜ。あれ?どこに売ってたっけな?今の戦いで忘れちまったぜ。お前、鶏か。とりあえず、俺は光月に戻るわ。じゃあ、またな。ああ、せんべい食いたかったな。そうか、せんべいか。せんべい買ってやるから、仲間になってくれ。中吉郎一家の子分たちだ。こいつらはいいや。むしむし。せんべいだな、せんべい。なんかやることがいっぱい増えてきたな。今どこにいる?お、越後にはいるな、一応。与之助と、いってぇ、しかとしてたら、殴られた。とりあえず町だ、町。せんべい、せんべい。これ、旅籠屋だよね、多分。佐渡にはたくさんの金があるって、あたしも欲しいな。そうだ、俺佐渡を求めてるんだよ。ん?船着き場に行きたいのか?だったら右を向いてまっすぐ行け。おう、こいつは有益なこと言ってくれんな。
その通り、うん、その通り、ここは越後じゃよ。その通りじゃないね。その通りか。この町に来たらせんべいを買うというぞ。わしゃ硬くて食べられないがの。せんべいだ、どこにあんだよ。だからちょっと飯屋見てみよう。飯屋にせんべいはないと思うけどな。のっぺ握り飯ないね。何がいいんだろうな。へきそばにしよう。ちょっとずつ回復して。気力がないんだな。気力が。団子、団子、汁粉、甘酒、餅、せんべい。あ、せんべいがあんじゃん。一応2個買っとこう、念のため。まんじゅう、気力をな、回復させたいんだよな。気力を。薬とかじゃないとダメなのかな。お、船、船だって。こいつか。あ、力五郎がいる。事情があって今は船が出せないのです。なんだよそれ、ここまで来て。でも力五郎がいるから、ちょっと話してみよう。こんな近くにいるのに気づかないのか。前から行こう、前から。おーい、おーい、蹴ってみよう、蹴って。おら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 。まあ話すか。しかもなぜかよ、左からになってるし。あれ、京介だろ。力かと思ったらちげえし。ん、あなたは。さあ合言葉をどうぞ。なんだよ合言葉って。てん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 。合言葉をおっしゃっていただかなければ船にお乗せすることはできません。どういう事情だよ。合言葉は平七兄貴から教えてもらってください。兄貴は陸中へ行っているはず。そこへ行ってみたらよろしいかと。マジかよ、ここまで来て。なんだよ合言葉って。力じゃなかったし、かも。こんにちは。陸中ってどこだよ。あ、陸中は右か。さっきの分岐点だな。あそこまで戻るのか。こっちは行けませんね、上は。船も行けないと。しょうがない。ちょっと一回戻ろっかな、じゃあ。あれだ、戻るのも遠いよな。五代どこにいるって言ってたっけ。ここまで来ればと思ったが、そう甘くはなかったか。清松。誰、清松って。突然戦闘が始まってる。そしてなかなかかっこいい音楽だな、これ。やばいやばい。おらおら。マッハキック2の前には。なんで突然戦闘になったんだ。それがわからん。おら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 。くらえくらえくらえ。よーし、強い。だいぶ強くなったな。俺はただ奴らが憎かった。奴らの住む村を消したかっただけだ。え、どういうこと。それだけ。まあいいや、何事もなかったかのように。あれ、蝦夷に来ちゃったよ。蝦夷って北海道だよね。ちょっと動きづらいけど、山賊一味だからな。よいしょよいしょよいしょ。ほら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 、金よこせ金。戦いづらいけど、ジャイアントスイング。こいつら倒したらちょっと戻ろっかな、じゃあ。うわー、めんどくさい。マジめんどくさい。でも山賊のお金は欲しい。ようやく一条か。走れない。うー、きつい。いてー。くらえ。変な女がいるからな。宿屋にも泊まれねえしな。宿屋に泊まって本当は体力回復させたいんだけど、体力と気力だな、特に。くらえ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 。よし、あとハゲとあいつは幻影のはずだ。よいしょー。全然動けん。納得いかねえ。よいしょ、ジャンピング。ほらほらほら。いい加減くたばれ。よし、これもうウサギ飛びでいくしかない。よいしょよいしょよいしょ。筋トレだ、筋トレ。おお、宿があるけどいけないんだよな。ヨロズって書いてある、ヨロズって。かな、かんじき。氷の上でも滑らなくなる。氷の上？かんじき。雪の上を沈まなくなる。あ、いいね。とりあえず2つ買っとこう。もう。どうせ必要になるってことでしょ？金はあるんだ。
これはここだけか。さすがに北海道。おお、なるほどね。装備しよう。氷の上でもってやつ。どっちだ？漢字機か？違う、かな漢字機だ。おお、いいね、普通だ。こういうところに謎の店とかないのかな。まあちょっと戦っている暇はないから素通りしましょう。戦闘が起こってる。人六か。人六いっかもな。あいつら滑ってる。うわ、西村だ、西村、西村と沢口。おうおうおお、持ってるものを置いてけや。俺たちは盗賊だぜ。山賊と盗賊は違うのか。黙って言うことを聞いた方がいいぞ。痛い目を見たくなければな。てめえらにくれてやるもんなんざ何も持っちゃいねえぜ。何を生意気な。おい銀八、ピュッとやっちまうぞ。へい、お頭、ちょっと待って、履物を変えます。ちょっと待ってください。漢字機か。オーケー、くらえ。おお、めっちゃ当たるね。いいね。ディンディンディギディン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 って。おら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 。西村ってためパンチ、いやこいつ張り手持ってたはずだな。確かミッションでやった時なんか張り手持ってた気がするもん。おら、早急に始末する必要がある。上のやつやられてるけど大丈夫か。鶴松大丈夫か。よしよしよし、今作、まあ、沢口の方が雑魚だからな、どう考えても。おらおら。いやーでもこれあるとだいぶ戦いやすいな。あいつら埋まってるけど、これもうマハキック2だけでいいんじゃねえの。あと旋風客最後。いていていて、なんだなんだ、金金。ええ、なになになに、金がパクられた。やばい、今いくらパクられたんだ。あんた強いのね。まあ7700あるな。そんなにパクられたわけじゃないか。山賊一味、おお、陸中だ。あれ、どこにいるって言ったっけ。そういえば指名手配犯、指名手配犯のこと全く覚えてないな。おらおらおら。よし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 。なんかあいつは顔が熱くなってんだけど大丈夫か。ダメージ食らうとか、ここにいると。ほら、とりあえず倒したか。あれ倒してねえし。おお、金金金金。とりあえず陸地に上がろう。なんかよくわかんねえけど、ほらほら。あ、やばいやばいやばい、温泉に入っちゃう、温泉に。山賊ってどこにでもいるんだな。やっぱ顔赤くなってるよね。うわ、ジョノスケ今パワー減った。おい、上がれ上がれ上がれ。そんな熱い風呂に入ってたってしょうがないぞ。ほら、よしよし、ここら辺で戦う。おお、レベルアップした。さあ来い。うわー、あいつ何やってんだ。こっち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 。よし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 。あとこいつもだいぶパワー減ってんだろう。オッケー、どうしようかな。ちょっと鶴松を一回鍛えてあげようかな。マッハキック2覚えたから。次なんだっけ。あー、ここら辺か。微妙だな。まずはマッハパンチ2だしな。そうだな、少し鶴松を鍛えてあげましょう。マッハキックは覚えさせて、こいつはパンチでいく。なんとなく。ほいーっと。必殺技。一応マッハキックは、ハリケースペシャル。あれ？ハリケースペシャルなんていつも、剣術スペシャルとか持ってるよ。あれ？もしかして、達人メガネでパクったのか？ハリケースペシャル。いや、でもハリケースペシャル、俺パンチ弱いからな。武器も弱いからな。
一応ハリックスペシャルはつけとくか、剣術スペシャルもまあつけるだけつけとくか。どうしようかな。おー、これか。張りてー張りてー。熱い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 。俺熱い風呂苦手なんですよね。虎像か。温泉とかね、かなり苦手なんですよ。もうすぐ出たくなる。あれ登れない、もしや。おー、パー減ってる、パー減ってる。あれ行けないよ。ちょ、待って待って待って、うさぎ飛びで行くしかないまた。あー、宿泊まってみようかな。どうなるんだろう。泊まる。はい、ありがとうございました。あれ、あはは、なんかイベント起こった。では国又さん、ここからは一人で力五郎さんを探します。今までごちそう、ん、ご操作おかけしました。わかりやした、お気をつけて。わかれちゃったよ。もうしょうがない。左を向いて進めば江戸、右を向いていけば光月。この辺りの温泉、若い人たち暑すぎる。あ、そうだな、暑かったもんな。でも気力がだいぶマックスになってんな。よろずやよろずや、なんか欲しい。冷え冷えわらじ、おー、いいね。これちょっと買っとこう。越中ふんどし、武器投げ30アップ、買ってみるか。今ふんどしって何つけてたっけ。そもそもつけてないっけ。刃物が一番最初だな、まだ。あ、これか。あ、越中ふんどしの方が強えわ。よし、これにしようっと。装備はな、そこそこ良くなってきたけど。どっかで下行けなかったっけ。あ、行けねえや。あいつと別れちゃったからな、なんか物語に影響あんのかな。あいつがいないとリキに会えないとか、ありそうだな。うわ、なんだ、コムソウ。来たか、国政。残念だろうが、ここは、ここに兵七はおらぬ。む、貴様らに恨みはないが、ここで倒させてもらう。うわ、ダブルドラゴンじゃねえかよ、この音楽。マジか。達一達二か、そうすると、こいつら。いやー、やばい。いきなり超強敵だぞ。あんまり強敵感はないけど。よし、来たー。あの膝蹴り、こっちが達一、達一だ。うおー。ダブルドラゴンは熱いぜ、ただ。ほら。くーらえ。うわ、やばいやばいやばい。与之助が。おー、あんまり強くなかった。まだ小手調べって感じかな。それとも俺が強くなりすぎた。おー、やばいやばい、強くなりすぎたか。ほら、くーらい。よーし。いやー、まさか達一達二が出てくるとは思わなかったな。いいんだよね、達一達二だよね。貴様とは戦いたくなかったが、これも我らの定め。兵七は越中へと向かった。早く追いかけた方がいい。かく、え、やられちゃったの。ちょっと待って、ちょっと待って、お前らの力はそんなもんか。越中ってどこ。あ、遠いな、左だ。どうやって行くんだ。あれ、これ右行くとどこに出るんだ。もうマップの構造が全然わからないな。あ、光月に出てきた。ああ、そうかそうかそうか、これ右に行って越後に行ったんだ。ってことは戻れんな。仲間変えよう。もうこいつら、これ棒術スペシャル使えるのかな。あれ、どうやって使うんだ、棒術スペシャル。まあいいや。ちょっと待って待って待って、動きやすいところから行きたい。もう達一達二出てこないとかないよな。あれでやられたらあっけなすぎるだろう。達一達二といえば最強一角のボスキャラの気がするんだけど。まあもっと強いやつがいんのかな、そうすると。動きづらい。おお、ヤゴロウじゃないか。おう、またったな、国政。
うわ、この匂い。お前、せんべい持ってるよな。俺に譲ってくれ、な。ああ、別に構わねえが。国政はせんべいを矢五郎に渡した。ありがてえ。そうだ、お礼にこいつをお前にやるわ。国政は矢五郎の土葬手に入れた。お、マジか。俺はこれから文蔵の屋敷に行くから、用事が済んだら仲間になってやるよ。じゃあまたな。せんべい一枚で仲間になってくれるとは。しかもドストせんべいが入れ替わったぞ。完全なる棚ぼただな。ヤゴロウのドス超強い。攻撃力64。だって今まで長ドス10だったんだよ。これが64。剣術スペシャルの威力がアップ。俺ちょっと武器も鍛えようかな。そうすると相変わらずここは空いてないな。まあしょうがない。あー、これこっちから行くとなんかやつと戦いそうだな。あ、剣術スペシャルってもはやこれ、ちょっとステータスで必殺技。あれ、旋風脚、旋風脚覚えた。尺八突き、剣術スペシャル。どうやら毒性刀を使って高速へ。これの使い方がわからんな。ダッシュしてるときに違うな。まあいいや、また戦おうかこいつらと。ヤゴロウのドス暗い60、超強い。暗い暗い。ほら、剣術スペシャルが使いたいけど、てかもうあれがない。旋風脚、いや強い。旋風脚も結構強いぞ。でもマサキッズ普通に叩き込んだから強いんじゃねえか。そうだな。いや、気力使いすぎだろ。ただこれ気力の上限上げてないからな。やばい、重吉と与之助がめっちゃリンチ食らってる。マハキック2、俺の力を見ろ。やばいやばいやばい。てかこれ達人メガネがあれば必殺技買う必要ねえな。ってことは装備を整えてこう。よし、それでいこう。てか与之助と重吉そろそろやっぱり限界だな。もうついていけないこいつらの強さに。やはりまず5台を入れるか。よし、とりあえずこいつを倒したから早くちょっと戻ろう。 OK。 そうか、旋風脚、あんたがうちの一家に入ってくれたら最強なんだが、いい腕してやがるぜ。まったく、ヤゴロウさんと同じかそれ以上だ。ヤゴロウ倒したよさっき。そしてドスをくれたよ。お前らにお見舞いしたやろ。とりあえず戻ろう。もうこれ下行けるんだっけ。行けねえし。どっから戻ればいいんだ。あ、ここに出てきたな。このまま左へ戻ればいいのか。武蔵に戻ってきた。おらおら、あれ、扇風脚になんなかった。まあいいや。今どこだ。まだ武蔵か。これ音楽だな多分。この音楽はずっと武蔵なんだな。あ、ちょっと気力がないから止まろう。おお、8000円ある。余裕だな。さっきのおみっちゃんみたいなやつどこにいたっけ。よろず屋で見ていくか。ここぼったくりだっけ。こいつに話せばわかる。お、張り手スペシャル。あ、ちげえ。ぼったくり屋ではなさそうだな。いらない。このよろず屋じゃなくて、普通のよろず屋がいい。あれー、これは、あ、あったあったあった。どうしようかな。気力の上限50アップか。それよりも、ちょっと派手な着物を、使って一気に金がなくなった。あとは仕込み茶飯は確か買ったよな。熱血ふんどしか。そうすると最強のふんどし、武器投げ40アップ、さらにパンチキック20アップ。おし、これ買おう。熱血鉢巻きは微妙に金が足りねえ。天狗の旅、
バネが40アップ、これ買おう。だいぶ装備が揃ったな。よし、ステータスじゃなくて持ち物か。武器、派手な着物と晒しは良くて、熱血ふんどしでわらじ系はいいか。で、今厚手の旅だからバネだな、天狗の旅。よし、で、こいつはもう完全にオフルだな。派手な着物は装備させて体力だいぶ上がったな。晒しは気合の晒しでいいか。ふんどし、越中ふんどしをつけてあげて、厚手の旅はいいか。厚手の旅で、こんなもんだな。着物とか売れないのかな、本当に。売りたいんだけど。あ、こいつ刃物。全然刃物使わなくね、ただ。OK。これでいいや。ちょっとステータスを見てみよう。体力300、気力105。あ、キック99、バネ90。99でこれマックスか？パンチ52。武器30。武器が弱えな。武器どうやって上がるんだ？まあ、キック99になったから。最強だな。意外に最強になるの早いな。打たれ強さ53。あ、鶴松弱えな、そうするとやっぱり。国政がちょっと強すぎるな。まあいいや。とりあえず武器を揃えて、だいぶ強くなりましたところで、今回は終了して、また次回やっていこうと思います。